ボクシンググローブのこんなパンチの効いたお話知ってますか？福島県二本松、こののどかな町に小さな工場がある。ここで働く職人の数わずか25名。しかしここでは日本が世界に誇るある製品が作られていた。そう、それはボクシンググローブ。この工場から生まれたグローブは、あのチャベスをはじめメイウェザーなど名だたるチャンピオンたちが認めた世界のグローブ。それはボクシンググローブ300年の歴史を覆す革命的なものだった。そこにはボクシングに情熱をかけた一人の男がいた。というわけで今夜はボクシングの未来を切り開いた男の物語。15連続 KO 勝ち間違いなし。1988年、実力人気ともに日本一と言われていたボクシング界のスーパースター浜田剛が突然27歳という若さでリングを去った。引退の原因、それはハードパンチャーゆえの度重なる拳の骨折だった。彼は後にこう漏らした。骨折した左拳で一度も本気で殴ったことはありません。チャンピオンの早すぎる引退に心を痛める一人の男がいた。本日の主人公杉林郁夫、ボクシング用具メーカーウイニングの2代目であった。現場の声を第一に考える杉林にこんな話が飛び込んできた。うちも浜田みたいに拳を骨折する選手が多くて困ってんだ。ほら、あの新人もまだ一勝もしてないのに骨折してしまって、なんとかならないか。頼むよ。選手が骨折に苦しまずボクシングを続けるにはどうしたらいいんだ。そもそもボクシングは3500年もの前の古代ギリシャで奴隷を戦わせるショーだった。素手の殴り合いから始まったボクシングはスポーツとなり、グローブをつけて戦うようになる。グローブは相手にダメージを与えるものではなく、自らの拳を守るための道具として生まれたのである。クッション材には馬や羊などの動物の毛が使われてきた。それは300年間変わってこなかった。馬毛のグローブは攻撃力が強い。しかし使っているうちにクッション性がなくなり拳を痛めてしまう。この馬毛のグローブを使っていた元世界チャンピオンの大橋秀幸氏はこう語る。強く打つと手がねものすごい痛いんですね。拳をこのもう痛めるんじゃないかっていうこのイメージがありまして、あんまりこう強くもう打てなくなっちゃう怖さがあるんですよね。ボクサーが恐れる骨折、それは猛烈なスピードによって生み出される衝撃の強さが自らの拳に跳ね返ることで手の甲の骨がそれに耐えきれなくなり折れてしまうのだ。つまりグローブのクッション性の低さこそ骨折の原因。ならばクッション性の高い大きなグローブを作ればいいのでは。だがそこにボクシングの規定が立ちふさがった。グローブは階級によって 227g、284g と厳しく重さが決められていて、それは 1g の誤差も許されないのだ。杉林は重さの規定を満たし、かつクッション性の高いグローブ作りのための素材を探し続けた。そしてついにスポンジにたどり着いたのだ。スポンジは衝撃を加えても元に戻ろうとする力が大きく、クッション性に優れている。杉林はこのスポンジで全く新しいグローブを作り上げた。それはグローブ300年の歴史を覆す革命だった。ものづくりは現場の声が第一。早速試作品を試してもらった。期待に胸を膨らます杉林。しかし現場の声はあまりに厳しいものだった。新開発のグローブ、しかし俺じゃグローブが硬すぎて拳がしっかり握れないんだよ。杉林は気づく。自分は現場を知らなかったと。そう、ボクサーは強いパンチを放つためにパンチを当てる瞬間にグッと強く拳を握らなければならないのだ。この時強く握れないと当然手の骨折にもつながる。しかし杉林のグローブはスポンジの反発力が強すぎてしっかり拳が握れなかったのだ。クッション性に加え握りやすさという
もう一つの問題に直面した杉林。そんな杉林の脳裏に骨折に苦しむ選手たちの顔が浮かんだ。俺は絶対に諦めないぞ。杉林は改良を重ねるうち2種類のスポンジが存在することを知る。空気が外に逃げないため硬い独立気泡スポンジ、これはウェットスーツなどに使われる。そして食器洗い用スポンジなどに使われる空気が外に逃げるため柔らかい連続気泡スポンジ。杉林はこの2つのスポンジを組み合わせていった。クッション性、拳の握りやすさ、規定の重さ、この3つの条件が揃う絶妙のバランスを探りながら2年が過ぎていった。ウィニング杉林です。杉林がこれほどまで懸命になれるのはなぜか。グローブは年間5000ペアほどしか作れず、大した儲けにはならない。それでも現場へ出向き、あらゆるボクシング関係者から意見を聞き、改良を続けていく。ボクシングは杉林にとって人生そのものだったのだ。そしてついに2つのスポンジをミリ単位で削り調整することによって、クッション性、拳の握りやすさ、規定の重さ、この3つの条件を兼ね備える理想のグローブにたどり着いた。1990年2月7日、杉林が作った新開発のグローブが初めて世界タイトルマッチで使用されたのだ。それ以降、日本人選手で世界チャンピオンになったのは27名。杉林のグローブを使用し世界戦で拳を骨折したのはわずか1名。その安全性が実証されたのだ。さらに世界の名だたるチャンピオンたちが杉林のグローブを愛用している。やったぜ。今年6度目の防衛に成功した世界チャンピオン長谷川穂積は、全ての防衛戦で杉林のグローブを使用している。ウィニングっていうのは4回戦から12回戦までみんなの意見を均等に聞いてると思うんで、だからそれは違うやろとかそういうことは言わないですよ。もう一人一人の意見を多分全部聞いて改良してきた結果、こういう風にいいグローブになったと思うんで、やっぱしそこがまあウィニングも信頼してるし杉林さんも信頼してるので。ものづくりは現場の声が第一。杉林のグローブはボクシングの未来を切り開いたのである。杉林さんですね。触ると違いがはっきり分かるようです。あ、なんかジャリジャリってこれね、馬の毛が。あ、これはかね、クッション性がなくなってくるんですか。ほとんどのボクサーはこちらということですね。全然違う。